変ですよ、トゥミですよ、はい、どうもディープインパクトです。よろしくね、今日は頑張っていきましょう。壁ドーン楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。いや、ちょっと聞いてほしいことがあるんですけども。結構です。いや、聞いてください。話したいの。はい、どうしますか。まあ、大学の時は政治の勉強してたじゃないですか。あ、まあ、こんな見た目ですけど、トランプのね、大統領決まったでしょ、アメリカの。あ、去年になりましたね。なんであの批判受けてるのにトランプが当選したのかなと思って。あ、理由が知りたい。その理由が知りたい。あ、なるほどね。あ、まあ、その理由ってのはもう簡単。簡単。うん、たった一つだけ。お、何を。あの、その右足の使い方を変えたらしいの。右足、うん、まあ、あの人ってのはね、あんな感じだけど完全に戦略よりも努力型。努力型な。去年そうなるために一昨年の冬から南米に行って、その右足の使い方を徹底的。ごめん、間違えた。これ横浜の筒香がホームラン王になれた理由だ。横浜の筒香がホームラン王になれた理由。ごめんごめん。え、横浜の筒香がホームラン王になれた理由。野球続いたけど。え、どういうことね。まあ、なんかあの、その右足の使い方を変えたとか。そこ聞いてない。反対方向に。じゃなくて、トランプ。あ、トランプ、トランプなんですよ。トランプ、そうそうそう。聞くところによると、最初はヒラリーが優勢だった。あ、そうだったよね。でも結局トランプが言ってんじゃん。あ、まあまあ。なんなのあれ。その局面が大きく変わったのがね、去年の8月。8月な。まあ、それまでは劣勢だったんだけど、この1ヶ月間で完全に逆転することのせい。ごめん、間違えた。これ横浜の筒香がヤクルトの山田を追い抜いたタイミングだ。横浜の筒香がヤクルトの山田を追い抜いたタイミング。横浜の筒香がヤクルトの山田を追い抜いたタイミング。長い。ごめんごめん。長いな。ごめん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 じゃない。ごめん。いや、トランプ、トランプだよな。トランプの話気になるよ、そりゃ。気になるよ。批判されてるんだから。そう、まあ、その批判されてる理由の一つとして、そのメキシコとの国境沿いに大きな壁を建設しようとしてるんだよ、ね、そういうことなの。まあ、そうすることによって向こうの人が入ってこれないようにしない。まあ、その意思表示にもなるしね。おうおう。まあ、でもどんなに高い 壁でも超えてしまえばホームランなんだけど。筒香、お前筒香がすごいな、お前。俺筒香興味ないから。いや、俺筒香興味ないのよ。さっきから筒香の話ばっかりしてるけど、俺トランプが来ちゃってここに来てるから。お前それでもゴールデンエイジか。はな、はお前それでもゴールデンエイジかって言ってるじゃん。ゴールデンエイジかって急に。お前も俺も筒香も同じ花の平成3年生まれ、巷で噂のゴールデンエイジだろ。言われたことないだろ。ゴールデン言われたこと聞いたことないだろ、俺たちら。それなのにお前、よその国のお前金髪のおじさんが大統領になった話して、自分の同級生がホームラン王になった方が嬉しいんじゃないのか。かもしれないけど、興味のあるトランプって言ってんだろ、俺。もっと敬えよ。ヒップホップの思想を。はぁ、あ、こっちのフェルでお前。何急にヒップホップの思想って。お前、日本の手法だ。何と間違ってるんだろう。間違えてます。間違える人一つもなかっただろうが。手法の話がしたんだ。だとしてもお前、さっきから筒香のこと見下しすぎだよ。見下しじゃないよ。お前トランプの方がちょっと上だと思ってるだろ。筒香トランプ関係ないだろ、別に。お前みたいにそうやって周りを見下してぬくぬくと生活してるやつが、いまだにアメリカ人、白人系アメリカ人が世界で一番優れてると思ってるドナルド・トランプを支持し、投票し、大統領にしたんだよ。